男性が好きな女性の前では態度が明らかに変わるその態度は割と明白です、えー、ではどんな態度に変わるのか今日はその5つのポイントをご紹介していきたいと思いますぜひ最後までお付き合いくださいこんにちは小川健治ですこのチャンネルでは人間の思考や行動の本質にフォーカスすることで恋愛や仕事などあなたの日常をより豊かにしていくためのアイデアやヒントを紹介しています 動画はほぼ毎日更新しています最新動画を見逃さないためにもチャンネル登録をよろしくお願いしますまた僕への個別具体的なご質問ご相談については僕の個別セッションにお越しくださいなお僕の個別セッションの方ですね若干近々の日程についてはご予約取りづらくなっています、えー、少し余裕を持ってですね、まあ、先の予定で、えー、ご予約いただくと、えー、ご予約取りやすくなっていますのでぜひご協力のほどよろしくお願いします さて男性が、ね、好,きえ好きな女性の前ではどんな行動をするかという話なんです。えー、巷には、ね、こう脈あり男性が、えー、どんな態度を示すとか、えー、一緒に、ね、歩幅を合わせて歩いてくれるとか,、ねえー、なんかこう足の先がこっちを向くとか,、ねえー、なんか呼吸の間が合うとか、まあまあ、いろんな、ね、細かい話があったりするんですけど、まあ、はっきり言いますけどねあんまりそんな細かいことは、ね、関係ないですね。全然と、まあ、いうよりも まあね、あの男の人ってもうちょっとこう単純で分かりやすいので、えー、はっきりとねもうあなたから見てあこいつ、私のこと好きやっていうのがね、えー、割とはっきり分かりますよ。で、まあ、そのパターンというのは過去にも、ね、同じような話をご紹介させていただいていて、フォルタオン。 女に対してね、男はこんな行動するんだというお話をね、ご紹介させていただいています。えっ、ー、と、ここに画像が出ていて、えっ、ー、と、リンク先はここに出ていますからね、まあ、今日はこの話と合わせて、えー、お付き合いいただくとね、まあ、より立体的にご理解いただくことができるのかなと思うんですけど、あんまりこうね、男の人も基本的にはそんなに駆け引き上手かというと、そんなこともないし、えー、まあ、あなたが思うほど男の人って複雑に物事を考えているわけではないのでね、えー、あ なんかもう結構はっきりしてるよねそんなことって分かると思うんですよねあなたから見て直接お相手っていうこともあるでしょうし客観的に見ていてねああの男あの子のこと好きだよねっていうことは結構露骨に見えたりするじゃないですかじゃあそういう時ってどんな時なのかという話なんです、えー、もちろん個別具体的に言えばね、えー、まあ人によって状況環境違うから一概に言えないところもあるのでねそこはまた、ね、いつものご案内のとおり、えー、僕の個別のセッションの方にお越しいただければあなたの状況環境をお伺いさせていただき ながらまあ、彼との関係性なんかをね、えー、よくお話聞かせていただいて、えーまあ、具体的な、ね、問題解決のご相談に乗らせていただいたり、まあ、一緒に問題解決をしていくことができるので、えーと、これもリンク先はこの辺に出ているので、こちらの方に、ねえー、お越しいただければと思います。えー、ということで、今日は男性が好きな女の前でどんな行動をとるのかというお話を5つご紹介していくということで、えー、1番目は、これ大変わかりやすいですね。あのー もうこういう男の人いっぱいいます。えっ、ー、と、僕もひょっとしたらそうなっているかもしれないし、そういう場面が、えー、見え隠れしているかもしれません。これです。はい。えっ、ー、と、言葉はね、しどろもどろになるんですね。しどろもどろって言い方は良くないかもしれないな。えー、言葉のテンポがいつもと違うというふうにね、えー、解釈していただいてもいいかもしれません。えー、いつもよりもね、こう、歯切れが悪いとかね、えー、いつもこう、スパンスパンとね、Yes or No。 っていうことでバンバン物事を決めていたような人とか、まあメールを快活にね、えなんであれこう、すぐにね、こう返事をして、レスポンスをしていたような人が、なんかそれに関しては、まあ彼女の前ではなんか、むにゃ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 みたいになってしまうんですね。まあ一つにはこうメンタルがいつもとちょっと違う。えやっぱり大事な人であるとか、意識をしている人の前だから、ちょっとね、こう自分自身の立ち位置をね、えまあ嫌われないような、 自分に言おううとすするるからねねどうしてもこう普段通りの会話がでできなくなくんですよ、ね、だからむにゃむにゃとか、まあ、歯切れが悪いということだけではなくてこれもよくあるケースとしてはね、えー、まあ音程がいつもと違ういつもだったら結構ね、えー、ハイトーンで話をしていた人がなんかその日に限ってね彼女の前では やたらね、こう、ロートーンというかね、小さな声、えー、低い声になっていたり、まあ逆にいつもはゆっくり話す人が、ね、その彼女の前ではわーって早く話したりとか、まあこの逆もありですけどね、早く話をする人が、彼女の前ではなんかね、もた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 ,もた話をして、えー、何を言ってるのかよくわかんないようなね、ことになっていったりとか、まあ明らかにこの会話のテンポがね、えー、違っていて、えー、まあなんかこう、客観的に見ていて、なんかあの人よいつももうちょっとうまく喋ってるよね、 というような人もなぜかね、こうしどろ、もどろというかね、歯切れが悪いというか、うん、な,なんか、思うところでもあんのかしらと、まあ、いうような時っていうのは、まあ、大体、思うところは本当にあるんですよね。えー、まあこの場合は、えー、ね、まあ、大体あなたとの関係性というか、まあ、彼女との関係性に対して、えーね、まあ、異性として見ているというか、まあ、好きというふうに、ね、感情を抱いているというふうに思っていただいてもいいのではないでしょうか。 さあ、そして2番目ですね。えっ、ー、と、これもあるあるといえばあるあるですね。えっ、ー、と、聞かれてもいないことをね、よくよく喋るんですね。 聞かれておいや、それ聞いてないよ、君にはっていうような話でも、なぜかこう自分のね、まあ、いたちとか、家族構成までは言わないんでしょうけど、まあ、何かこう、自分にとって誇れることであるとか、まあ、ちょっとこう、自慢できることとかね、まあ、俺、こんなことやってるんだとかね、あ、俺、こういうことをやってきたよ、これまでとか、まあ、ちょっとこうね、俺、すげえ、みたいなことを演出したいというか、また、こう、自分のことを話をしていくことで、まあ、あなたとのこう接点をね、まあ、お相手との接点をなんとかこう、 見つけようとして、えー、聞かれていないのにこうわら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 いろいろ話をしていくまあ複数の人と、ね、話をしててもそうですよね、まあ、彼女の話題になって、えー ねえ、まあ、彼女はいろいろこう話をしてるときに、まあ、全然お前関係なかったじゃんっていう人がね、こうわーって入ってきて、そこにね、いや、お前の話なんか全然聞いちゃいないよっていうねこう自分の話をね、えー、一生懸命して、こう自分アピールみたいなね。まあ、これも意識してそうしてるわけじゃないんでしょうけどね。やっぱりこう自分がこうアピールしておかないと、まあ、彼女どっかにいてしまうんちゃうかなとか、えー、今はね、ここアピール時だというふうに、まあ、無意識のうちスイッチが入ってしまうから、えー、ま、どうしてもね、こう、 まあ、自慢というか、俺すげーじゃないけど、ね、こう自分の強さを誇示しておきたいというか、俺は君を守ってあげられるよ。俺はあなたとの関係性をよくできるよということを、まあ、お示ししたいときに、大体たいまあ、聞かれてもいないことをね、ベラベラとよく喋るようになることが多いと。さあ、そして3番目ですね。えっと、まあ、これも割とわかりやすいというか、まあ、1番目のね、こう、 えー、シドロ戻りになるっていうところとちょっと近いんだけど、3番目は、えー、探りをね、入れるようになるというか、えー、イエスオアノーで聞いてこないんですよね。まぁ、妹だったらね、えー、どうするこれね、イエスオアノーとかね、えー、どうするうどん食べ行く、そばに行く食べ行くみたいな話で、えー、聞いていたものに対して、またね、えー まあ普通に、えー、彼氏おるんとかね、えー、だださんおるんみたいな話で別に、何の気もなしにこう聞いていたような話でも、まあいちいちこうなんかね、週末はどうなの普段なんか誰かと一緒にいたりするんかな一人で家にいたりするんかなみたいなね。 だから、なんか、ね、何を聞きたいんだ、この人はっていうことってあったりするじゃないですか。いや普通に彼氏いるんとかね、えー、週末何やってんのって聞けばいいだけなのに、えー、ね、えっ、ー、と、週末とかも仕事で忙しかったりするんとかね、なんか、やっぱりあれで映画とかは一人で見に行ったりするんとかね、なんかよくわかんない、こう遠回しにね、聞いてくる。えー、まあ、やっぱりね、イエス or No で聞いて、断られるのはやっぱり怖いというか、それでこう、 いやはっきりスパーンと言われてしまう不安感って絶対あったりするじゃないですか。これはまあ男女限らずなんですけどね。まあ、特に男性なんかもやっぱりプライド高くて、ね、傷つきやすいので、やっぱりこうはっきり聞いてノーと言われると、いや、だからご飯食べ行きたいなっていう風にご飯食べ行こうよって、普段だったら別にね、どうでもいい相手だったらスパーンって普通に聞けるはずなのに、まあ、ちょっとね、こう気になるお相手だと、ね、 えっと、お腹空いたりしてないとかね。えー、あ、なんか、あそこに今度新しいレッストランができたらしいよ、みたいなね。遠回しに、遠回しに。いや、だから何を言いたいのっていう。えー、これは、 男性に限らずあなたもね、同じようなことをすると思うんですけど、まあ、途端にこう、遠回しにね、物を聞いてくるようになってきたら、まあ、あなたのことを好きかもしれないというか、えー、あなたに対して好意があるというふうに思っていただいた方がいいかもしれない。んまあ、ね、ただ人によるんでね、あの、普通にこう、ね、あなたのこと普通に好きで、ね、えー、普通にご飯食べに行こうよっていう人もいれば、いや、彼氏は女のとかね、えー、旦那さん女のとかね、普通にこう、好きでもそういうふうに普通に聞く人もいるから、まあ、そこはね、 普段との関係性の中でしっかりと見極めていくことができればいいのではないでしょうか。 さあ、そして4番目ですね。ええー、と、まあ、これも、前にもちょっとこんなお話したかもしれませんが、やっぱりね、大げさな合図値を打たれる方ですね。えー、もうあなたの前ではなぜか大げさな合図値。いや、おっしゃる通り、その通り、みたいなね。いや、えー、そこまですごい話私はしてないんだけどな、みたいなね。えー、ね。いや、この間鬼滅の刃見てさ、うわ、鬼滅の刃見たんだ。うわ、すげえ、みたいなね。 いや、そんなすごい話じゃないんだけどね。えっ、ー、と、まあ、そこまでバカな対応する人はいないとは思いますけど、えっ、ー、と、まあ、あなたのレスポンス、あなたの反応に対してね、いちいちこう、彼の反応がまたね、上から被かせてくるように、やっぱりすごく大きいことになってくる。だからもう、あなたの話聞いてますよ。私、あなたの話を全面的に支持します、えー。ということであるとか、 もちろんね、えー、自分は本当は興味がなかったとしても、まあ、あなたの持っている興味、えー、あるものに対してね、僕も興味があるんだということを、やっぱりこう寄せてきているときは、いや,まあ、やっぱりこうレスポンスが激しいというかね、えーまあ、往々にしてこう聞き上手であり、往々にしてこうレスポンスが大きい人というのは、まあ、あなたに対してね、こう割と積極果敢な姿勢を持っていることが多かったりもすると。えー、ですかから、まあね、なんかこうい やたら、なんか私の話に乗ってくるけど、この人、本当に、いや、そもそもだってこの人漫画とかアニメとか嫌いだよね。そんなこと毎日だよね。でもなんでこんなになんか私の話に乗ってくるわけなんていう時は、もう大体ね、えー、そういう時だというふうに思っていただいてもいいかもしれません。さあ、そして、えー、っと、最後、5番目ですね。まあ、これも男性ならではというところだと思いますが、えー、まあ、余裕のある態度。 よくわかんないけど余裕あるタイプとかね。よくわかんないけどマウンティングとかね。えー、まあ私、カクカクシカジカこうなんだ。あ、それか、それってね、この業界でカクカクシカジカこうなんよみたいなね。ちょっとこう上から目線みたいなね。教えてあげたいみたいな。で、えー、私今度これ,これこれこういうとこ行くのあ、あそこはね、僕は過去こういうこと言って、えー、こういう形で行ったことがあって、あそこのね、なんとかさんって僕知ってんだよねみたいなね。いや、それも聞いてないよみたいな話だったりするんですけど、まあちょっとこう教えてあげちゃうぞって。 ちょっとマウント取っちゃうぞみたいなね、よくわかんないこう余裕を見せてくるんですよね。えーまあ、どうでもいい相手だったらね、まあ、<laughs> あ、そう、じゃあそこ行けばとかね、あ、えー、じゃあ楽しんできなよ。はい、以上ということで終わるんだけども、そこでね、こう自分の強さをこう見せびらかす。まあ、先ほど ね、聞かれてもいないことを、えー、話すという話をしましたけど、まあ同じような感じでね、今度はそれをちょっとこう上から目線で余裕があって、いや、俺はね、もう君のためだったら何でもできるんだ、みたいなね。えー、俺は君を迎えられることはできるんだよ、みたいなことをちょっと上から目線で自分の強さを誇示しようとする。まあ、この辺も人によったり、年代によったり違うんでね。だから、 ね、先ほどから申し上げているように、まあ、いつもそうじゃない人がそういう態度をとってくるとかね、まあ、よそでは違う態度を取っている人があなたの前ではそういうね、こう、普段と違うような態度を見せているケースっていうのは、大体やっぱりあなたに対して思うところあるから、態度が変わっていくわけだね。 えー、今日5つね、これご紹介させていただいています。えっ、ー、と、だからこの5つがね、まあ、ふからこういう人だったら、まあ、普段からこういう人なんですよねっていうことで、えー、終わってしまうんだが、まあ、ふはそうじゃない。他の女性の前ではね、また違う態度をとっている。しかし、あなたの前ではね、特別こうなってしまうとか、今まではそうじゃなかったのに、ある日突然ね、こういう態度が見え隠れっていうことになってくると、あひょっとして、 私のことを好きかもしれんね、というふうに思っていただいてもいいかもしれません。もちろんね、そういう態度が出たからといって、あなたとじゃあいきなり付き合いたいかとかね、えー、あなたとガチンコでなんかね、結ばれて結婚したいかっていうとそうじゃなくて、まあ、少なからず興味を持ってるよ、というレベルの話だとね、えー、思っていただいて、そっからじゃあ、えー、まあどうしていこうかということは、まだね、えー、別にいろんな動画が、え、このチャンネルの中にもあるんでね、まあチャンネル登録していただいて、えー、そのあたりの話を まあ、見ていただきながらね、えー、じゃあ、こっち向いてる人の、ね、首根っこを掴んで、わってこっちを引っ張ってくるにはどうすればいいかと、えー、いうことは、またそこでね、考えていただければいいんじゃないかなと、えー、思います。えー、ということで、まあ、なんかね、今日ご紹介させてあげたお話、またお役に立てていただけるようであれば、お役に立てていただいてと、えー、ご参考にしていただけるようであれば、ご参考にしていただくと、えー、いうことで、そんなところでしょうか。現場からは以上です。